UTMF2022、入賞選手のインタビューさせていただいております。このインタビューは、UTMF165K 女子チャンピオン、宮崎君乃さんです。君乃さんどうも今回よろしくお願いします。インタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これインタビューさせていただいているのが UTMF がの次の済んだ週の次の週の金曜日で、まあ、ほぼ、ね、1週間経ったというところなんですけれども、すごい激走で、はい、ちょっとね体調大丈夫かなとか心配なくらいでしたけど、今はどうですか？すっかり元気って感じですか？そうですね、おかげさまで昨日ぐらいから子どもたちと一緒に山に行くようになりました。例の逗子の。あ、そうですね、はい、そうなんですね。なるほどなるほど。じゃあもうすっかり元気ということでよかったです、うん、はい、ご心配おかけしました。もうけどその先週のウルトラトレイルマウント富士、はい、UTMF165K 宮崎君乃さんの走りもうすごかったというか、もう本当にもうなんていうか見ていてちょっとこうね身震いするぐらいの、僕はまあモニターでちょっとちらちら見ただけだしたし、このリーダーボードの数字とかを追っていただけなんですけども、それでもねやっぱりどん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 男子選手をこうね追い抜いていくって、こうなんていうか最後までこう気合い入ったっていう感じがして、まあ多分私に限らず皆さんそう感じてられたと思うんですけども、ご自身として今回のUTMF、まあ、4年ぶりに走る UTMF ということだと思うんですけれども、自分としては100点満点って言っていい出来でしたよね、きっと。どうでしょう、ご自身ではどういうふうに評価されますか？はい、そうですね、スタート前に最後にサポーターと一緒に話をしていて、私もちょっと緊張している部分もあったんですけど、総合で何番に入れるかっていうのを狙おうよって最後にみんなで確認し合って、でそうは言ってもどんなレースになるか分からなかったので、中盤ぐらいから総合何位かっていうのをもう教えてほしいっていう話をしていたんですね。それからキララの1個手前ぐらいですかね、指導事項ぐらいからちょっと意識しだして前を狙っていった感じではあります。で最終的にそうですね、いつもと違うペースで走っていくっていうのが今回の、チャレンジ、課題だったんですけど、結果的に最後ゴールを倒れちゃうぐらいちょっと力を使い果たしてしまったので、ちょっと自分でもあそこまでなると思ってなかったので、山に入る上でちょっとあそこまではやらないように次は頑張らないとなっていう思いでありました。もちろん、コース上では補給とかできて、そういうことができたからこそ最後まで来れたんだと思うので、やっぱ安心とこの緊張とね、こうようやく終わったっていう思いもあってだったと思うんですけれども、素晴らしいフィニッシュもね、もう久々にあそこまでこう、ね、燃え尽きたというか出し切った人って見たなと思いましたけれど、少し遡って今回の UTMF に臨む上で、去年も何度かこのコロナの間も君乃さんと何度かお話インタビューさせていただいてましたけれども、とりわけ、去年はですね、レイクビワ100マイルが10月で、12月にはタイランドバイ UTMB と、でいずれもそうですね、女子2位ということだし、それぞれ、ちょっと規模とか違うとは思いますけれども、100マイルというかこういうレース走る上での何ていうかポイントもどんどん身につけられたということだったと思うんですけど、やっぱりこの今回の UTMF はもうかなり自分としてもスタート前からバッチリいけそうだなっていうような感じあったんでしょうね。きっと。どうですか、そのスタート前の準備の状況とか、少し興味あるなと思ったんですけど、はい、スタート1週間前にちょっと捻挫してしまったので、正直1週間走らずに調整をしたんですけど、いつも海外のレース行っても撮影とかしてて、そんなに走る時間もない中で行ってたんで、
まあ、怪我も治ってちょうどいいかなみたいな感じの調整だったので、最終的にはちょっとなんか、まあ、予定してたのは違ったのと、あとはまあ、タイから帰ってきて隔離も長かったりとかで、あのパフォーマンスは一回すごい、まあ、一回休もうと思ったのもあって落ちちゃったんで、うん、2月ぐらいからトレーニングちょこ徐々に増やしていったっていう感じではあったんですね、うん、なので、まあ、最大50キロぐらいしか今回は一人で走れてもなかったんですね、うん、なので準備としてはもうなんか、まあ、なんかレイクビアぐらいのパフォーマンスに戻ってきたかなっていうぐらいの感じで、走り出して調子良かったら行こうかなみたいなそのぐらいの気持ちでスタートしました。なるほど。あの捻挫はもちろんいいことじゃないけれども、まあ、そういうことも含めて結果としてはあまりオーバーワークというか、うん、それにならずに進んだという意味では災い転じてよかった、福田というか、まあ、結果としてはああいい調整になったということになるんでしょうかね。そうですね、はい、はい、少しちょっとこうスタートからフィニッシュまでこうどんなことあったかということもちょっと聞ければと思うんですけれども、このスタートの2日前かな、20日だったと思いますけれども、まあ、コースの変更、ね、天使山地を迂回するっていうこととかもあったりしましたし、木村さんにとってはどうですか？まあ、山がやっぱり好きなのでちょっと残念だなっていう気持ちはあったんですけど、まあ、その分、スピードが求められるし、まあ、ロードが速い選手も結構エントリーしてたので前半が勝負かなっていう風な思い で、まあ、あのロードがはなんか得意じゃないですけど嫌いではないので、うん、まあ、元なので、うん、はい、陸上選手としてはやっぱり走れるセクションっていうのは、ね、得意、あの慣れてるっていう部分もありますよね、うんうん、まあ、絶対的に山の方がいいんですけど、まあ、なんですかね、あの苦手意識はないので好きじゃないけどみたいななので、まあそこをどうやって走るかはちょっとコースもあの行ったこともなかったっていうのもあったんで、タイムスケジュールもいろいろもう調べるよりももうあの寝る方を意識したんで、ちょっと何分ぐらい縮まるかっていうのはなん か走って決めようみたいな感じのザックバランとした感じでしたね、はい、まあ、こう変更になってどれぐらいでいけるか組み直すことに力入れるよりももうゆっくり休もうという、はい、もう開き直りという言い方が正しいのかどうか分からないけど、もうあまり考えすぎても仕方がないということなんですね。そうですね、あ、なるほどなるほど。走り始められてからもう富士宮そしてふもとだいたい43キロぐらいありますけれども、うん、まあ、女子のレースだけということで見ても決してこう前にも何か太田さんとか、ね、うん、何かこうリード女性の選手も前にいらっしゃったことだ、あの本当のスタート用意どんどん、はい、あの会場で、うん、なんかちょっと自分気合い入りすぎてて男性よりも前ぐらいであの位置してたんで、ちょっとこの自分の興奮は抑えなきゃいけないなと思って3、2、1、5のスタートでみんながスタートするときに、うん、私が一番なんかこう飛び抜けちゃったんですよね。ああ。はい、あ、実際にそうだったんですね。あ、そういうことで、あの気合入りすぎてるなと思って下がったら土井さんがこう出てきたので、ああ、なるほど、ちょっとなんかこう力入ってるなっていう、はい、スタートの時はっていうのがあったんで、それからもなんかあのなかなかこう自分の中では自分のペースってあれどうだっけなみたいな手探りな感じで走り始めてて、男性陣に速くない速くないって言われながらそうだったんですね、はい、うん、で富士宮まで行った時に予想タイムよりも10分ぐらい早いくらいだったんで、うん、あ、このぐらいかっていうのが分かったんで、そこからちょっとまあこれだったら少しスピード上げようかなっていうので、はい、ふもとまではちょっとスピードアップして走った感じです、うん、あ、ふもとから先はさらにもうエンジンかかったっていうことですよね、うん、こう確かふもとで女子の、まあ、3人から4人はあの君野さんよりも前に走ってた選手いたんじゃないかと思いますけれども、もう元栖湖に、まあ、10キロぐらいしかないです、11キロぐらいかな、まあ、大きなあの発射峠を越えて元栖湖に来るときにはもう女子トップということで到着されたと思うんですけれども、はい、やっぱこうトレイルセクション入ってきてエンジン
点火って感じだったんですかね。そうですね、やった山だっていうのは思いましたね。いよいよで、まあ、なんかこれまでも、レイクビアだったりタイ出てて、まあ、自分の持ち味は登りだなって思ったので、登りはもうなんか、まあ、あと自分も登りが好きなので、登りはちょっとまあ楽しんで登って、うん、でまあちょっと疲れた分は下りでほぐせばいいかなぐらいの気持ちで走ってました。以降は女子のレースということではもう一人旅だし、そのさっきおっしゃったようにもうね、男性選手をこう一人二人っていうことで、まあ全然だからもう女子優勝で、あとはもうあの笑顔でフィニッシュまでみんなに挨拶とかっていうことではなく、もう最後まで自分がどこまでやれるかっていう挑戦だったのかなと思いますけれども、その間まだね、だけど元スコあれ小事故にしてもまだ前半ということで、そこから先はかなり長かったですけれども、どうしよう、ちょっと僕あの追い切れてなかった部分があるんですけど、そこから先はこう順調になんかトラブルとかもなく進めた感じだったんですか？ですね、元スコで足がつり始めたんで、あスピードを出しすぎかなと思ったんですけど、うん、まあ、なんかバナナ食べたら治ったんで補給ミスだなと思って、ミネラルのパワー、うん、結構暑かったっていうふうに、結構凝りが、霧が濃くて、なんかじっとっとして、こう体感ではもう暑いぐらいだっていうふうに言う選手もいたと聞きましたけれども、かなり汗もかいたってこともあったんですかね、はい、そこは。はい、私、人より汗かきなので、はい、手拭い持って走ったんですけど、びしょびしょになって。まあ、湿度も高かったですからね。そうですね、はい。一番弱いのが私が夜10時以降って決まってて、お夜10時になると酔いこちゃん現象って言ってるんですけど、はい、子供のように酔、はい、いこちゃん現象、酔いこちゃん現象、子供のように眠くなっちゃうんですよ。なるほど、レースでも、うん、なので今回の対策としては一ついろいろ対策練ったんですけど、一つは夜区間でスピードアップをしようと、うん、眠くならないように、うん、っていうのもあって、夜、まあ夜っていうか前半ですね、うん、前半は、まあ、スピードある程度上げて走ったっていうのもあります。ああ前回2018年に走った時がもう眠すぎて元スコで寝てたんですけど、あなるほど、はい、ずいぶん早いですね。なんかまあけど今回のコースがね、その時はあの、うん、今回ちょっと短かったから早めに元スコもついてました。そうかそうか、うん、そうスピードアップもしたのもそうですね、コース変更でもあって、なんか毎回前回ここも朝だったなとか思いながら前回は2018年はその、小事故でしたっけ、終わった後の長い労働は、うん、もう朝迎えそうなぐらいだったんですよ。ああそうだったんですか、なるほど、はい、うん、なので今回はもう何時だったかな、まだ12時ぐらいでしたっけ。そうですよね、朝になったのはどの辺ですか、山中湖とか忍野とか、その辺くらい。そうですね、忍野抜けて、うん、あそこの山、小倉山とかあの辺ですか。そう、あそうです、しぼくさ山とかあの辺かな、忍野、はい、が下に広がってる、はい、うんうん、忍野の、江戸抜けてキラナに行くまでの一番ピークの山。ああ、そうか。大平山とかですね。そうですね。そうそうそう、大平山ですね。はい。なるほど。あそこがちょうど朝が明けたぐらいですね。ああ。はい。じゃあ眺めも結構楽しめた。山中湖、富士山みたいな。ちょうど、はい。カメラマンの藤巻翔さんとかがいて、はい。そこで、君のちゃんバッチシだよって言われて。いいショットが撮れたな。いいの撮れたよって言われて。なるほど、なるほど。よかった、はい、よかった。そこからもう山中湖抜けたら、このお待ちかねのトレイル区間というか、まあ、UTMF 的には、ここからが大変ってみんな言いますけれどね、はい、あの、110キロ過ぎとかっていうところ、うん、本格的なトレイルセクション、このあたりはテンションまた上がってきたっていう感じですか？そうですね、まあ、一つは、ペース配分を考えたときに、これまで、これまでだったら、キララぐらいから、まあ、エンジンをかけるぐらいの気持ちで、走るっていうスタイルだったんですけど、まあ、レイクビアでもタイでも、それだと、後半私の方が早いけど、1位まで全然、たどり着かない。
やらぐらいの距離でいつも、もう勝負がついちゃってたんで、なるほど、今回の UTMF はもう最初あのギリギリ攻めるペースっていうのを探るのが一番課題だったんですね、うん、平野まで走ってみてだいぶ消耗してるなっていうのは感じてはいたんですけど、まあ、タイの時に終盤ぐらいに足痛、まあ、あの筋破壊進んであのもう足痛いなっていうのを感じながらもペース上げれたっていう経験もあって、まあ、キララの疲れもまあみんなあのここからはバテるだろうからそれをどれだけプッシュできるかのなんですかね、頑張りは今までよりは楽だなと思って、はい、で最後のエイドはあの最後のサポートエイドだったんでそこでちょっとみんなに気合い入れてもらって、うん、はい、出発しました。同じ100マイル UTMF の走ったといっても今回は前半にすごく頑張った上で後半に臨むということだったから今までとは違ったということですよね、うん、そうですね、もう二重曲がりの映像までで一回二重曲がりの映像で一回座っちゃってもう一回めまいがしたんで、あ、今回ですか、はい、あ、じゃあ、あ、そうか、あの石割とか石割山とか、うん、はい、なのであの二重曲がりの映像で、うん、あのホワイトボードに次の、うん、そこから石割だったかな、そうですね、二重曲がりから石狮富士吉田とこ行きます、ね、あ、そうだ、石狮富士吉田行って、うん、で最後下山登るっていう、うん、あの山の工程図をホワイトボードが書いてくれてたんですよ、うん、はい、そしたら二重曲がりの自分が今走ってきたのにもうなんかどん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 上がってってあ、私大丈夫かなこれと思って、うん、じーっとそのボードを見ながら、あ、ダメかもしれないってちょっとこうどうしようと思ってました。あ、ちょっと厳しい瞬間があったということですね。そうですね、はい、うん、そこで水をもう大量に飲んで、あ、体冷やして、だんだんね、はい、昼も朝もすごい、うん、最初はいいけどだんだん日が高くなってくると結構暑かったですよね、きっと。そうですね、はい、石狮のあたりとか、それになんか偽ピークみたいになかなか、そうなんですよ、もう来たなと思ったらまだあったとかそういう感じの、はい、ところが多いですもんね、はい、そういう意味でもちょっとランナーのこう決意試されるところはあった。そうです、まあ、君野さんの場合も例外ではなかったということになるんですね。そうですね、もうその偽ピークは慣れてはいたんですけど、ね、何度も はい、ご存知であるだろうけどやっぱりっていう、うん、やっと着いたと思って錯視、うん、の上のあの鐘はカーンって鳴らして、あこれだけの走りしてきたフィニッシュまでやっぱたどり着けた時もう喜びというよりもやっぱもうやっと終わったって感じだったんですかね、うん、あれはもうなんか何も考えたくないっていう感じだったのか、どんな風に今は思われますか。そうですね、あの下山から降りてカチカチ山でしたっけ、うん、から降りてすぐに、ね、うん、はい、あの順位が決まるあの線を踏んで、うん、おめでとうって言われたんですけど、うん、あの総合順位を狙ってるんで、あの早く行かせてくださいって言ってなるほど、あ、そうですね、私まだ終わってないんですとか言って、うんうんうん、って言いながら、うん、いや冷静になってあのちゃんと聞きなさいって松井さんに怒られて松井さんね、あそこにずっといて、うんうん、でそこから2キロがすっごい一番きつかったですね。あ、そうだったんですね、うん、なかなかつかないし、はい、で総合を狙っ順位を狙ってたのもあって、で今自分が何位なのかも分かってないから、うん、もう最後の最後で抜かれたら辛いなと思いつつ、うん、はい、でもなんか全然つかなくて、うん、はい、あの2キロが一番本当しんどかったです。男女総合19位、これはやったなっていう手応えでしたよね、きっと。そうですね、ゴールの時はまあ、ただ単に女子1位だと思って、2015年の STY ぶりですかね、優勝が、うん、こう自分の決めたレースの中でっていうのもあって、すごいちょっと感極まったっていうのもあります、うんうん、で、ゴール後もうそれこそ安堵でなんか何ですかね、もう倒れちゃったんですけどそのままもうなんですかね、みんなに運ばれてってみんなに仰がれてる時に
煽られてちょっともっと日陰に移動するぞってみんなもうすごい解放してくれててでやなんかもう脱力しちゃって喋るのもなんか声出ないぐらいになっちゃったんですよ、はい、でちょっとこう水も飲めるようになった時に総合順位とか、まあ、筆記品のチェックももうサポーターがやってくれてて、うん、で決まった時にみんなでこうよっしゃよっしゃってギリギリ入ったっていうのは喜びましたね。今回の UTMF たくさんのいろんなレース牧野さんも国内海外いろいろ経験されてるし100マイルだって別に何度もね去年とかも3度も走られてるわけなんですけれどもやっぱりこう日本のこの富士山ウルトラトレイルマウント富士これだけ大きな目標を達成して次なる牧野さんの目標というかチャレンジというか、うん、ちょっとどんな風に考えてらっしゃるか、はい、もし今こう考えてらっしゃることあったら聞かせていただけますか。UTMB に今年もエントリーをしているんですけど、ね、うん、はい、まあまだ1回目からそんないい順位が取れると思ってないんで、あ、まあ、モンブランまだ走られたことないんでしたっけかね、はい、UTMB100 マイルの方、あ、そうかそうか、はい、うん、まだ行ったこともなくて、あ、そうかそうか、はい、これまではエントリーもしてないんですけど、なんか自分の中でまだ勝負するタイミングじゃないなっていうのをずっと思っていて、うん、で、まあ、去年のタイのレースぐらいから、まあ、世界で勝負したいなっていうのをすごく思ったときに、うん、まあ、UTMF は、まあ、日本の大会で、だけども、やっぱり、プレッシャーは一番かかるところで、前半から攻めていくっていうスタイルを、まあ、世界で勝負するにはそういうスタイルをやっぱりできないといけないので、それが今回挑戦して、まあ、ある程度自分の中で、あとこういうことをすればいいんだなっていうのが見えてきたっていうのもあって、うん、まあ、これからは UTMB を照準に合わせてやっていきたいなと思ってます。さら、うん、なる大きな、ね、舞台が待っているということで。はい、ね、まあ、今年はさっきこのインタビューシリーズの中でこう男性の選手とかも来ましたけども、モンブランにまたね、ご挑戦したいという人もいっぱいいたし、日本から、うん、応援する人たちにとってはすごく楽しみな今年の8月の UTMB モンブランになりそうですね、はい、まあ、まあとはいうものの体の負担も大きかったと思うのでまずはゆっくり休んでいただいて、はい、また夏に向けて、はい、楽しみにしてます、ね、また、はい、はい、うん、また庭さんとか、うん、星野ゆかりさんとかに、うん、はい、一緒に頑張ろうって言って、ね、はい、合宿しようって言ってるので、あ、うんうん、はい、また一緒になって頑張れたらなと思ってます。そうですよね、まあ、お互いの経験をこう、はい、参考にするっていうこともきっとありそうですよね、うん、はい、もう私にとってはそのお二方が100マイルの先輩で、はい、想定してるので、うん、はい、もう何から何まで吸収して二尾さんにせよ星野ゆかりさんにせよ三尾さんの今回の優勝すごい、ね、嬉しいですよね。そういう一緒にこう、ね、いろいろ、まあ、励まし合って、ね、こうお互いこう刺激し合ってきた中 の、ね、ランナーアスリートが、ね、こう結果出せたということで、はい、二人とも喜んでもらえて、うん、喜んでくれて、はい、ね、嬉しいです。またその花辺の話もちょっとまたね聞ける機会があったらいいなと思ってます、はいUTMF2022、入賞選手のインタビューということでお送りしました、UTMF165K 女子のチャンピオン宮崎君野さんにお話伺いました、君野さんありがとうございました。また楽しみにしてます。ありがとうございました。はい。